はい、ロックタクシー本日も行ってみたいと思います。ロックタクシー、今日はここ曲がっちゃおう。ここ曲がって次の広い通りを右に曲がると真正面が富士山。気分いいんだよね。朝から富士山を見る、とても気分がいいです。気持ちがいいです。よし、行ってみよう。レッツゴー。あ、そうでもないか。ロックタクシー、なんとインターネットでアメリカの方が結構検索してくださるということがよくわかりました。アメリカの方が検索してジャパニーズタクシーみたいな感じで検索するのかな、そして見てくださるのかな。アメリカの方たちがきっと好きであろうエルビス・プレスリーのラブソングを一曲お見舞いしてみました。ジャパニーズタクシー検索してくださるアメリカの方たちが、あれ、日本のタクシーってエルビス・プレスリーの曲を歌いながら運転してるんだとか思ってくださったら、そういう噂が流れてくれたらなんかいいじゃないですか。おい、知ってるかよ、日本のタクシーエルビスの曲歌いながら運転してるんだぜ。え、知らないの？インターネットで調べたら出てくるから見てごらん。どうでしょう、アメリカでこの動画見てくださっている皆様方、字幕イングリッシュ変換とかで見てくれてるのかな。僕の喋りがどういうように変換されているか。僕は熟女が好きです。これそのまま変換されるかな。日本のタクシードライバーは皆熟女が好きです。上手に変換されますでしょうか。日本のタクシードライバーはいつもアメリカンソングを歌いながら運転しています。さあさあ、どんどん混乱してもらいましょう。今日も楽しいことあったらいいな。楽しいことあるよ。よいしょ。さあ、今日はどんな楽しいことが待っているか。That's all right.